ジャンナビリーチ、プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ。はい、はい、引き続き3回戦の模様をお送りしたいと思います。合計点を最初めに、言いたいと思います。トップが、ゆうせさんプラス 49.2、2着に田之内プロ、26.7、 3着に、津田プロ29、マイナス 29.3、 4着に麻生プロがマイナス 46.6 となっております。はい、ここで草橋プロに条件の確認をお願いいたします。はい、まあ、この点差ですが、まあ、あのゆうせいさんは、まあ、1着2着トップ2着なら、まあ、絶対通過します。3着の場合なんですけど、はい、3着の時ですが、田之内がトップならば、うん、まあ2着との素点、2着との順位差でですね、はい、あとは素点で詰められることは相当難しい、まあ、あの5万点6万点の差をつけられないと、まあ、くられないので、まあ、3着の場合田之内がトップならばほぼ問題ないです、はい、ただ津田麻生どちらかがトップの場合は、はい、田之内が2着にいると、うん、まああの与世さんの田之内の差っていうのはすごい、あの1着順差でほぼひっくり返る差なんで、はい、あとはその1着の人と3着の与世さんの素点差の問題になりますね、はいはい、大体3でもそれにしても3万点差ぐらいつけられないと、まくられませんので、はい、まあラスさえ引かなければ大体は通過できるかなと。はい、はい、まあ、田之内は、トップ無条件、うん、2着であっても、うん、ほとんど通過できます、まあ、田之内はですね、はい、そうです。ゆうせいさんがトップならもちろん問題ないし、はい、3着だとしてもその場合ゆうせいさんをまくりますので、はい、大体まくるので上に津田さんとか津田とか麻生に行かれてもほぼ問題ありません。ほぼ大丈夫。3着になった場合は、はい、結構その時に津田麻生がトップにいるとですね、はい、ここは、まあ、津田田之内と1着3着でつけられると、うん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 、ほぼまく確実にまくられますし、うん、麻生にしても、13,400点差つけられるとまくられますので、はいはい、逆にそうなるとゆうせいさんを4着に落とすこと、自分の下にすることっていうのが条件になります。だからうっかり津田麻生というのが最初にバンと、うん、なってしまう、なってしまうと、このゆうせい田之内の攻め合いというのはすごい楽しくなるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、まあ、もちろん津田麻生という負けてる2人に関しては、はい、自分がトップは条件、必ず条件であると同時に、はい、まあ、先ほど言ったゆうせい田之内の条件を崩すことっていうのが逆に自分たちの条件になりますね。はい、なるほど。ゆうせいさんはほぼ1着2着で通過、1着2着は絶対です。3着でも大体通過、3着でも大体通過、はい、はい、ということになっております。大丈夫でしょうか。それでは対局室の方、対局準備大丈夫でしょうか。はい、じゃあ始めてください。お願いします。コメントでね、いろいろ倍満とかさっき話してますけど実際本人ちょっとやりすぎたなって言ってました。一局終始だったら、うん、押した方が得だけど、うん、あんだけ並びができてるんだからあの局に限って言えば、あの条件だったら降りた方が良かったなって本人も言ってましたね。さあ、ちーちゃんは、ちーちゃが津田ですね。ちーちゃが優勢じゃないですか、津田ですか。津田ですね。はい、津田がちーちゃ、はい、あ、はい、なんちゃが麻生、シャーちゃが田之内、ベーちゃが優勢となっております。ドラはパッソーです。はい、じゃあ早速津田にとっては大事な大事なちーちゃですね。そうですよね、麻生がいい、いいですね。まあ、こう優勢もね、うん、優勢さんもベーちゃ引いてラスオーヤ、まあ、ほぼ一曲で終わるオーラスになりそうですよね。そうですね、ですからそれまでに他3人は条件を作っておかないとオーラスだけで勝負っていうわけにはいかないんですよね。親の連チャンをしてくれないんで、うんうん、なるほど。さあ麻生も早そうですが、この津田にしても田之内にしてもお互いに相手がトップだったら、うん、俺ほぼ大丈夫っていうのがあるんで、
この2人が、ね、津田にしても田の内にしても津田にしても田の内にしてもはいそうですね、お互いに田の内にしても津田がトップならほぼ俺大丈夫やっていう風にあるんで、まああの結託されないように下の2人は下の2人でいろいろ考えることがありますね。なるほど。いずれにしろ最初の展望の移動でどういう展開になるかっていうのはすごい変わりますので最初が大事ですね。はい、この親番、はい、お、いいとこ来ましたか。そうですね、スミスさんの3色もありますね。津田ですが、着々と着々と、そうですね、3色目、1,2,3,2,3,4 両方残しつつ、うんうんうん、なってますね、うん、ドラがパーソーでちょっと使いにくい分、まあ、ちょっと離れてるし、はい、ドラの引き付けよりも3色を優秀、うんうん、選択したって感じですね、はい、あ、そう、これ全順ね、急走を切ってるんですよ、うん、で、ドラのパーソー1枚浮かしてる状態ですが、縦重なりを考えてますね。たのは近いうちにもう切っていくことも考えてるんでしょうね。ロースを引いたら感知層残りそうで、でもそれ残っちゃうと上がれなさそうですもんね。単葉だったら残しますよね。単葉だったら残しちゃいますね。小さを引いちゃった、はい、これ今すぐ津田がマンズ引いて転敗した場合ってピンフでリーチって打つんですか、染めますかね。その辺も考えて一旦黙りますか。まあ、ちょ両方ありそうですけどね。今の津田の状況からすると、安いリーチも、まあとりあえず欲しいのは欲しいですけどね。はい、リーチは、先生リーチは。なんで。花内が仕掛けましたね、チューンを。まあだから、ね、イースピンとか引く前に、転敗しないマンズを引くと、はい、鎮逸への渡りも、考えるぐらいじゃないですかね。まあ、でもマンズがリャンウアン3万椅子はリャンウアン3万か、だから実際数万ロー9万とかその辺引くと渡り打ちやすい形になりますよね、はいはいはい、そうですね、9万でもいいですね、うん、さあ、リャンウアンダイレクトに天杯が入って、はい、リーチですね、椅子のリーチ、はい、仕掛け入ってることも一つの大きな理由でしょうかね。あ、そう、これドラちょっと引っ張りすぎましたかね。4枚ですかね、山に4枚。さあ、親の津田がリーチとピンフでリーチ。あ、もう現物のパーピン抜きましたね、メンツ崩して。まあ抜いたというか、三面チャンの振り点は残りますが。田の内はチューンを仕掛けていますが、二シャン点。マンズナに引いてもメンツに転敗の。そうでしたが、まあでもちょっと厳しくないですか。はそうですね、この状況リーチ打ちそうじゃないですか、やっぱり打ちそうですですよね。 E ピンとかちょっと良さそうにも見えますしね。場には1枚、まあ積もって裏が1枚乗ったらね、それだけで2600オール、はい、はい、2600オール、1,400点差縮まりますもんね。そうですね、結構なリードになりますから、それだけでも、はい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 、さあここに1枚、イースピンはまだあと3枚ほど、残り3枚ですね。振り点は引き戻しましたがですね、スーソー3層のノーチャンスですか。3層のノーチャンスですね、うん、さあ、そうは粘れるか、バーバン自分の目からワンチャンスではあるんですけどもね。あ、まあマンズはちょっと、まあ、押し切れないですね。押し切れないですね。
まあ親にね連チャンしてもらう分には曲は減らないんで、はい、多少点差はつくんですが、はい、あここにも1枚ですね。まあ、しょうがないと見るべきでしょうか、これは、うん、しょうがないんで、しょうがないじゃないですか。さあ、後筋の G1 ぐらいしか、両ピン、ね、ウーピンの筋、はい、両ピン、はい、E ピンは1枚見え、そうですね、カンジャンピンね、あってもおかしくなさそうなんですけどね。リーチの前にウーピンですか。ただまあ押さえつけてみるとチーマの方が危ないですね。押さえつけてみるのか、まあ、ある程度できてリーチ打ったのか、うんうんうん、お、転敗しました。チーピン行くかチーピン行くか、チーピンがワンチャンス、あ、もう、ね、はい、おりますね。そうですね、パーソーチーピンが出たりしたらポンテンは取りそうですけどね。はい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 、キューピンは押しやすそうです。キューピンは押しやすそう、ノーチャンスですね。さあこれ麻生が手詰まってますか。今手詰まってますね。パーマンは押せへんか、ウーマンも難しいか。ウソ行きましたか。ローソー、チーソー、チーソーのワンチャンスですね。ローソーもワンチャンス、ダブルワンチャンスですかね。そうか、ここはウソを合わせて最後のつも、あ、積もりました。相手で積もりましたね。相手じゃないでね。え、相手じゃない、え、親ですよね。え、裏裏相手じゃないのか。え、親ですよね。泣き入ってないですよ。いや、泣き入ってんのか。はい、チュンポンしてるんで6000オール。そうですね、ハネマン6000オール、なんとなんとなんと大正解じゃないですか。大正解。さあ、親の津田6000オールの上がりとなりました。トン一曲一本バー、これはでか麻生きついですよ、これ。麻生もきついですし、上位陣もだいぶ急に、ね、急になんか火がつきましたね。ですね、急、そうですよね。もうこれでもこれだけで まくってますからね。これだけで雄星さんもまくって、じゃあ田之内もまくってんのかな。まあ、いやもう両方2人とまくってる。2万4000点差つけて の, のまああの何着と見るかですけど、そうかそうか、はい、ユセさんまくってるのか。まあまあほぼ並びぐらいですね。ほぼ並びぐらい、はい、ただまあユセさんは、うん、これで3着4着になると負けますしね。さあドラはイーマンです。どうでしょう、ちょっとコメントを答えちゃっていいですか。はい、お願いします。ね、タックルでやったことないんだけど、なんでハイ斜めにするのという質問があるんですけども、まあ、取りやすくするためっていうのはハイを前に出すことで、うん、はい、で、斜めにするっていうのは、はい、四角なくすんですよね、うんうんうん、そのまままっすぐ出しちゃうと、はい、上相撲取った時、下相撲だけ残ってる時って四角になりやすいんですよ。本当見えないですもんね。そう、それを斜めにすることによって、はい、まあ、その下相撲、下の山も見やすくなると、はい、いった意味で前に出し、まあ、斜め前に出す、ちょっと斜め前がいいですね、うん、っていうことです。はいはい、以上です。ありがとうございます。さあ、そうですね、反対に左前に出されたら本当に神様見えないですからね。何も見えへんよね。プロっぽいこと言うね。さすがショーってね。はい、8割の人ぐらい言えると思うんですけど、プロらしい、プロっぽい、なんでやはい、もうマージャン行きましょう。マージャン、さあ、ユセさん4トイツ、5トイツですか。うん、5トイツ、津田もいいシャンテンですね。いいシャンテンですね。カンローアの動きだった。数番を引けば1通残してカンリャンスを払うっていう手組ですかね。さあ、ドラは優勢に3に1枚、津田さんに1枚、麻生に1枚、はい、メンツテとも、うん、メンツテも言えるようになりましたけどね。はい、はい、しつこくチーマン。これだね、ゆうせいさんの采配もチート1っぽく見えないんでね。そうですね、全然見えないですね、ゆうせいさんの采配。まあ、トンとチュンの切り順とかもね、でもメンツテ、実際メンツテのイーシャンテに変わりましたね。なりましたね、なりましたね。どっちもいける。あ、これはつもぎりですかね。
ね、マンズがいいと思うなら残すんですが、もうスワン持ってきた時以外はいらなさそうですが、残しましたね、シャンポン系を、ね、まあ、ピンズのウーピンの横伸びも考えたってことでしょうね、はい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 、チーピン切っちゃってるんですけど、はいはいはい、真ん中の統一2つで両方どっちかが横伸びしてくれたらいいなですね。田之内が3色いいシャンテン、なんか偉いことになってきませんか、これ怖い怖い怖い、ヤンピン1枚、はい、切れてますが、ヤンピンは1枚切れ、白も1枚、1枚、まあ、全部ポンテンは取るんでしょうね、あ、おそらくそうでしょうね、ヤンピン、ウーソーもポン、あ、もちろん、もちろんもちろん、もトイトイでもいいでしょうし、積もったらね、うん、3個で漫画になりますから、はい、さあそのウーソー出ましたが、ポンしますね、ね、ゆうせいさんウーソーをポン、テンパイですね、ヤンピンと白、白、はい、両方1枚からですね、1枚ずつ、お、はい、と言ってる間にリーチをかぶせる、リーチとライチ、ウーマンウーピン、はい、そのウーマンがここに来ましたが、まあまあ形的にも出ませんね、さて何を切りましょう、ウーピンって山にまだ2枚あるんですか、あ、そうですね、ウーピン2枚山ですね、とりあえずシャア打っといて、ウーピンとか引ければね、はい、ローマン勝負でリーチ行くかもしれないですけど、まあただリーチのみなんですよね、麻生の手、ちょっと、まあ親のリーチに追いかけにくいですが、はい、あれ親のリーチですよね、親リーチですね、ただまあこの親に加点されるわけにもいかないですからね、そういう意味でもギャンブルでもう腹くくるしかないんですね、それもありですね、ドラを引いた、自分の手のためという本当にもう今ハクが行きましたか、ハク出ました、ハクが田之内のところに行きましたね、コメントがひどい、言って言って、もういいよ、もうあえて拾わない僕は、プロになったらいいんじゃねって大体あの笑うみたいな W がついてるんですよ、ありがとうございます本当に、さあイエメのパスを引きました、お、ウーマンは今通ったんですか、あ、通ってるんですね、ユーセイさんが、ユーセイさんが、はい、切ってるんですね、さあ、ローピンはちょっと一応ハク切って単用に向かいますか、でもそうしそうですよね、1枚入れのハクですよね、はい、そうですね、で、自分で2枚持ってるんで短期にしか刺さりませんので、しました、ね、ローピンにくっついたらテンパイ復活役割でですね、はい、さあ、リャンパーピンはそう引けるか、いやでもみんな回り方がって本当に丁寧ですね、本当に本当に、あ、これ感したくないですよね、親のリーチにね、感でとりあえず白行くのか、はい、ただスーソーこっからでも仕掛けないでしょ、カーン行きましたね、スーソーカーンのウーピンがベロン、あ、ウーピン1枚減りましたね、減りました、ウーピンがドラです、シンドラ、ユーピンは現物ですね。そうですね。お、これはリーチですね。さあ、田之内。リャンピン。リャンピンのリーチ。リャンピンがこれで残り1枚あるんですか、まだ。リャンピン1枚あります。じゃあ、リャンピン、ウーピン1枚ずつですか。はい。ウーピンも1枚。さあ、ユーセイさんも張り返しました。パンチーピン。目まぐるしいな。ドキドキ。ピンズ怖っ。これも今すぐリアムパーピン引いたらコモ、もう朝追いかけますよ、ただリアムパーピンもうほぼないんですよね、リアムピンが1枚ずつのその状態ですよね、パーピンがゼロですもんね、パーピンゼロですね、はい、残り残ってるリアムピンウーピンを両方とも急所したら上がれるまあ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 難しいですね、あ、リアムピン積もった、これはでかい、ピンフドラ、はい、裏の方ハネマンですか、メントンピンツもドラウラですね、ドラドラ、わお、3,000-6,000、すごいですね、飛び交いますね、田之内の上がり、1回戦目のあの渋かったのが何なんでしょうね、2回戦目はマンガンマンガンって出て、3回戦目ハネマンハネマンって、本当ですよすごいな、激しいな、さあ田之内ハネマンの上がり3,000-6,000、そして親の津田が6,000の親かぶり、これちょっと優勢さん厳しくなってきてませんか、そうですね、まあどちらとも田之内にまくってくれですね、
そうですよね。田之内が、はい、トップ取ってくれれば OK ですよね。津田をまくってくれれば、うん、レベルは優勢、まあ、ただまあそれでも自分がラスになっちゃうと厳しいですけどね。自分2着で田之内まく2着4着だったらさすがに大体いけるか。うん、2着4着だったら5万点差つけられないと負けないので、はいはい、田之内がトップであれば、はい、津田さん津田が2着でも大体大丈夫ですね、はい、すごいな。これ田之内かなり安心できる上がりでしたね。あ、そういい勝負ですね。さあドラリアンピン、麻生は親です。さあ優勢さん仕掛けてますね。白、うん、早いな。もうトイトイ含みになりそうですか。津田もトイトイも見るでしょうね、はいはいはい、一応ピンズチーピンをケア残しつつ、はい、よーと重ねましたね。はい、麻生がリーチイースソーのリーチですかね。リーチのみですか今のところは。リーチのみですね、はい、そうですね。まあ、この順目の両面リーチっていうだけでちょっと親としては嬉しいですよね、はい、そうですよね。このもなとこれ本当にちょっと曲進めるのもなんかちょっと嫌やしなってなっちゃいそうなところですが、はい、これ津田のイーソー危なくないですか。あと4枚、津田のイーソー危ないですね。座布団とか切るぐらいだったらイーソー切りますしね。そっか、津田のイーソーが一応ヤンソーあんこで、はいはい、これで初が一応切れるので今は一旦初にしても、あ、トン、トンも切れるんですか。トイツ落としなんですよ、はい、津田。いや、トン、リュウと切れる、あ、でもその次はやっぱしイソ危ないですね。危ないですかね。危なそうですもんね、うん、現物がなくなると。はい、まあ、それまでにこれでも数層があと3枚か、イソが1枚、うん、はい、イソ1枚です。数層はあと3枚。さあ早いリーチですが大丈夫ですか。です、読まれませんか。早いリーチは、ね、1点の可能性がありますね8割方当たりますからね。そのセリフ忘れた、ほんまかすいませんでした。あ、シャーの缶、これはこれは本当にないですよ。もうカンドラ1枚乗りましたね。カンドラ、そうですね、カンドラチーピンになります。リーチドレッチ6800確定ですね。はい、いやーリーズモドラ、リーズモドラ1、マンガン、マンガンリードみだったのにって一気に、うん、一気にかっこいい。もうとっとと打っとけよってなりますよ、本当。そうですよね。スーソーさんがどっかに吸収されましたよね。スーソー優勢さんに1枚、優勢さんが1枚引いただけじゃないですか。あとまだスーソーが2枚とイーソーが1枚、あと3枚ですか、うん。いやー、でも麻生もずっと苦しい戦いしてますからね。そうですよね。ちょっとこれ上がらせて、はい、ちょっと報われてほしいなーなーさあ、山は押す。さあ、この津田ですよね。ここでもう危ないんじゃないですか。危ないですね。数ピンが通ってますね。あ、数ピンが通ってる。現物はあるんですね。現物はあります。ローアン、ローマン、まあ、順番ってことでしょうか。ローマンは通ってますね、はい、ユーセさんが通ってますね、通してますね。ローアン、スーピン、現状それだけですよね。はい、あ、イース出ましたね。出ましたね、ユーセさん。リーチドラ1、これリーチドラ1、6800、置かない、あ、うん、そうですね、6800。さあ、ユーセさんちょっと厳しくなりましたね。ユーセさん厳しいです ね5000バック。ラス、単独のラス面に落ちましたね。まあ、また先は長いんでね、全然。はい、まあ、麻生さんはもう全然まくれる範囲ではありますし、そうです、あと、まあ、田之内にね、津田さん、津田をまくってくれれば。はい。はい、最悪、鈴木麻生の親番。どっかで優勢さんが田之内に刺すのもありえますね、うん、こんな点差になっちゃうと自分が上に行くよりもその方が早い、はい、そうです。ラスになった時どこまで点差大丈夫なのかっていうのもね。そうですね、津田が2着だったとしても、はい、2着4着だったら順位馬が40ポイント、4万点差つけられなかったら大丈夫です。38,600点。そうですね、はい、38,600。でも現状もうそれに近いじゃないですか。2万、まあ、そうですね、3万点ぐらいは。そうですね、2万6000点ぐらいだから、あと1万点ちょい、うん、そうですね、結構近いですよこれ、うん、
さあ親番引き続き麻生です。いやさっき前のでもね、あの雄星さんの安定プリから考えると、ね、うわ麻雀怖いなってなりますね。その雄星さんはドラドラ、うん、親の麻生はこの次かな。ちょっとメンツはないですが、今一緒メンツ入ってましたね。そうそう、いいですね、うん、あとはローピンかパーピングさえ待ってくれれば、そうですね、ローピンパーピンパッと入ってほしいですね。いいそうですかね。1、2、3見ないですね。見ないですね。2、3、4ですよね。見るなら。さあ、ユーセさん、ドラドラですが、はい、ドラドラです。もう1面通、どこで作るかですね。そうですね。トンシャー、まあ、シャーは安牌的な感じで持ってるのかな。一応、シャーじゃか。そうですね。だから今みたいな印象でも、でね、あのメンツターツ候補として持った方がいいのかという、ちょっとした瞬順かもしれないですね、さっきのは。田の字が高めで、高め高めで高め高め、でも高めここにね、すまんすまんちまちまちいますからね。そうですね。あ、ここでイーシャンテンか、すいません、さっき間違えましたね。あ、通等率のイーシャンテン固定ですか。固定しましたね。急走が2枚飛んでるからですね。なるほど。でもあれなかなか固定しづらいな。さあピンズもう1面ツを目指すか、つもぎるか。はい、あ目指しましたね。横にひっついたら、はい、じゃあウーマンローマンですか。あれはそうでしょうね、おそらく、うん、数ワン二度受けはまあ厳しそうですからね、はい、僕ね途中でもちらっと言いましたけど、はい、あの津田、うん、麻生の、ねうん、早い E1 切りリャンワンとかはありそうですけど、数ワンが手配に入ってる可能性が高くなるんですよね。1ワンでやったら1切るじゃないですか、初め。はい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 、実際津田に2枚、まあ、そういう思考も入ってるかもしれないです。なるほど。さあ、イーシャンテン、ピンフドラドラのイーシャンテン、もう一つだ、もう一つ簡単にできてましたね。おかしいな。雄星さんすごいな、なんか、うん、どこ見てもすごいんですけど、これどういうことですか。ねえ、どこ見てもなんかバラバラやったのに。親の層もイーシャンテンですね。まあ即利打つか前ですね。もうドラですが、このドラはつもぎりましたね。そっか、じゃあもうイースーピン引いて、はい、あそうか、もう今もだいぶ有利な状態やから、単純にイースーピン引いてもピンフで上がるんですかね。まあ多分そうじゃないですかね。とりあえず局所かでしょう、田の内が考えるのは。リーチもいらないんじゃないですか。リーチもいらない、もう闇で。うん、ドラもう一枚ぐらい見えるとねいいですけど、麻生ね、仮定しすらしたらすごそうですもんね。そうですね、まあ、うん、あの少なくとも条件はしっかり分かってる人なんで、ねうん、ですからこの親番で手を緩めることは絶対ないですからね。リーチですね、サブロソーリーチのみ、テンパネ、これまたまたカンスンですか。またイーピンヒーまだありますよ。え、でもサブロ、え、サブロソーかなり良くないですか。1数えてみましょう。サブロソ2枚持ったらいいの、3枚持ったら自分持ってるのを合わせて3枚手配3枚で、あと5枚は5枚山、5枚山ですね、5枚山。すごいな、本当にすごいな。5枚山とかよう言うてますよね、今日。そうです ね、 ねなんかアベレージ3から4ぐらい。ほんとほんとほんと、我々クラス大体1から2あるわ言うて、それでもあるわみたいな。どこに目つけてんねんみたいな。関西は、さ関西、そうですね、関西はEP。まあでも、やっぱ親のリーチ強いですからね。そうですね。さあこれはどう、田の内老僧はもう絶対打たないでしょうし、親リーに放銃することはないでしょうからね、うん、完全撤退でしょう。田の内はなんせ優位な立場ですからね、彼も条件はもちろんよく分かってる人なんで、はい、今の状態で親に勝負っていうのがどんだけアホらしいかっていうのは、うん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 、よほどじゃないといかないですね。さあ、でもよほどになりそうですよ。リャンワンぐらいはいけ、リャンワンはそうが3万ワンチャンスですか。ワンチャンスいかず、いかない、もう 2,3,4 ピンズね、全部通ってますし、ユセさん追いかけました、リャンとつけました、リャンピン、今通ったばっかのリャンウーピンですが、これも良さそうにちょっと見えますね、変に。あんこ
ルーピン山一。でもギャンピンが2枚。ギャンピンが3枚、合計3枚あるんじゃないですか。まだ3枚あるんですか。ギャンピン2枚のルーピン1枚ですね。ドラ。さあ津田はもうここでの宝珠はちょっと避けたいところですからね。サブロスどこ行ったんですか。サブロスまだマウンテンファイブとかいうやつでしょ。リャンピンまだ結構ありません。いやまだありますね。3枚、ああ3枚あったの。あそう、さあ優勢上がりました。リーズもドラドラ、ハネマンばっか、メンピツも3丁ですね。ドラドラ裏ですね。また3600。渋い顔してますが今回笑ってないですね。優勢さん9000点しかなかったの。まあ、これで逆に今度は、はい、津田が厳しいですね。さあ優勢さん36戦上がりになりました。またちょっと他のうちにしても、うん、余裕じゃなくなってきましたね。はい、なんか羽満ばっかり出てるんですけど結構丸くなってきましたね。一人6800見てましたけど。さあ親の分と 6% 打った分みたいな感じですね。お、眠たいけど面白いから寝れへん。ありがとうございます。ありがとうございます。もう最後まで見届けましょう。起きといてこの対局を。これ最後のハンチャンですから。そうなんです。今3回戦、さあトーン3局となりました。親は田之内です。ドラはローマン。いやーそこが厳しいな。そうですね。今のいやもう上がり約束されたようなもんや思いましたけど、ね、だと思いましたけどね。山子ですよ。5枚あって結構な点差ひっくり返すのね。麻生さんこの前の大会でも、うん、あそうでした ね WCS もだいぶ厳しいところから最終半ちゃんで ねひっくり返さったね。あそうですよね。上2人80ポイント ずつあって、しかも一騎打ちって言われたところからまくりましたもんね。しかも相手2着取ってましたからね。2着の人間をトップでまくるってめっちゃデカトップやったです、ね、すごい。そうですよね。6万並びとか関係ないんかいっていう。すごい。眠いけど勝負がいるのでありがとうございます。僕いつまででもやってますよ。じゃあ終電なくなります。それは無理っす。さあ今回みんなちょっと手が苦しいですかね。ちょっと重いです ですね。皆さんの条件いろいろとね確認したいと思いますが、その前に翔がいるんで寝ますはやめてくださいね。いろ、はいね、んな意見がね、いろんな意見があるよ。まあ津田は、はい、とりあえずトップ、はい、ね、もうちょっと加点してさらに条件があった方がいいんですかね。麻生2着の方がいいんですよね。まあ優勢2着でもいいか。そうですね。あの田之内が3着っていうのがだいぶ条件に入ってくるかなと思うんです。3着になると絶対条件なんですね、津田は。で逆に田之内が2着のままだと1万6000点差をつけないといけないので、これもちょっと厳しい。厳しい。だから塚沼が麻生が優勢さんをまくるか、はい、もしくか優勢さんが田之内をまくるか、で自分がいっぱい加点するか、さらに何かが必要になりますね。何かが必要。なるほど。優勢さんも今のねハネマンでだいぶ楽になりましたからね。めちゃくちゃ楽になりましたね。でかいですね。優勢さん9000点しかなかったのに。もう完全に麻生さんのポキっていう音がちょっと聞こえてもおかしくないような。麻生さんね多分折れないっす。折れないっす。いやすごいな。はい、あの強いメンタルをおそらく持ってると思うので、うん、まだ親番残ってますしね。そうですよね。まだ親番残ってりゃ何度でもなりますから。はい、はい、まあ、ただ周り3人流しに来るから厳しいですけどね。優勢さん いいとこ引きましたねこれ。最後は津田さんは流しに来ないんじゃないですか。津田はそうかな。まあその時のね持ち手次第ですが、次第ですね。ちょっと加点して、ただ上がりにかけてくるのは間違いないですからね。そうですね。黙っと見てるような感じにはならなさそうですね、この点差だと。さあ、おーよよよ、うん、そうですね、現状通過は田之内優勢。そうですね、うん、そうですね。あ、そう、はい、リーチが入りました。さあ、津田からのリーチが入りました。リーチ金負のロー9ピン。ロー9ピン。9ピンは麻生が固めてますね。そうですね。さあ、
山は2枚ですか。麻生もここでね。そうですね、山にですね。これ追っかけますね。麻生の、はい、リーチが入りました。リーチ2、ドライチ、カンリャンマン。カンリャンマン。カンリャンマン3枚ありますね。山さん？お嬢さん。カンリャンマンが山さんもあるの？お嬢さん。カンリャンマン、山さんのローキューピーも、まあ、1枚ずつの2枚です。山に。これまた面白い対決になりますね。はい。2名なのに少ない。さあ。さあ、どう？丸が多い。これ脇の2人はね、麻生さんを応援してますね。そうですよね。そうですね。そうですよね。でもこれで積もって裏取られたらまた跳ねまんですからね。それはそれで。流れ上、流れ上そうですね。全部入りましたね、田の内。入りましたが、でも押せない範囲ですが、ゆうせいさんが取ってますよね。とりあえずテンパイ取って。はい、まあ、おそらく勝負は一番痛いともしないとは思うんですが、田の内のポイントからすると、ね、現状1位ですからね。ですね。ゆうせいさんパーマ押したわけじゃないんだ。リーチ前か。そうです。リーチ前か。さあ選択できますが、サンマウマはどっちも取ってない。どっちも取っ。かといって切れる範囲は何を切ったんですか。いやまだ切ってないですね。はい。33577から。スーピン、スーピンは中筋ですかね。うん。さあ積もか。あそう積もれ。あそう積もれ言ってますよ。ちょっと草木さんその。いや羽間祭りなんでね。確かに。しかも結構ちょっともう我慢しすぎでちょっとかわいそうな。さこれちょっと厳しくないですか。厳しいですね。一応通りそうなのは数層ですか。老層。老層はな。あ、ヤマは優勢さんのところに1枚。これで2対2。2対2ですね。さあ。こっちはでも9ピン引いたら勘できるっていう分だけちょっとだけ得ですね。なるほど。そうですね。津田の上がり牌を吸収しつつ勘。はい。うん。最悪の時はそれでケツから6ピンです。なるほど。9ピン関してはリンシャンでリャンワン積もって裏いっぱいみたいなね。そんな跳ね間もありますか。そんな跳ね間超えます。確かこれね、挑戦権対決、まあそう言ってもおかしくないかもしれないですね。うん、ここで勝った方が、しかも麻生でもこれ積もったら一気に頭まで抜ける可能性もありますからね。そうですよね。ただ麻生の場合はトップになってもやっぱりいろいろと条件も言いますので、そうなんですよね。まあ、ただまあトップにならないと話にならないのもまた事実なんで、もちろんもちろんここで、はい、これローキューピンはまだ全然吸収されてないですか。されてません、うん、2対2のままですね、うん、ローキューピン1枚1枚なんですね。はい、そうです、はい、さあしょローキューピン違う、カンジャンマンこれ決着つくんでしょうか。ああここに行きました。1対2になった。いやでもの力は繋がってるとかねありますね。横に横にそうそうそう、もうおそらくこれ脇2人はねもうテンパイ取れないでしょうから、はい、さあここでもう流局でもいいよって思ってますかね。これ配定が優勢さんですね。はい。同級ピン結局2枚山で、今ちゃんとカットされましたね。はい。山は1枚。さあリーチをかけた2人のテンパイとなりました。麻生と津田の2人テンパイ。パッと見ええ勝負ですね。そうですね。2対3。いやまあ打点はちょっと全然はい違いましたが、麻生こういうところでやっぱ。きついですね、上がれないのも。まあそれもちろんしょうがないですけどもね。まあ津田からしたらまあ親が残った分、はい、うんうん、あっちゃうかったっけ。津田は父親です。はい、じいちゃんで、今トンの3曲からトンの4曲に変わりました。トンラス、ゆうせいさんが親ですね。さあドラはシャーです。さあゆうせいさん、ここで加点しときたいですよね。もう一丁。まあそうですが、真下の2人に加点されなければまだ良しぐらいではありますかね。そっかそっか。
うん、現状トップ目の津田に加点されるにしても、はい、まあ麻生が加点したら逆にあの自分が危うくなっちゃいますし、お、仕掛けましたね。じゃあドラですね。あ、ドラか。はい。あ、さあ、なんちゃの津田がドラのシャアを仕掛けました。さて、どっちの色、スーソーパーソーとか行くんでしょうか。パーソーとか行きますか。パーソー。パーソーですね。うっかりファンパイ重なった時にバックにしやすくするためにスーソー残すの。はい。これは。ユーセイさん、もういいシャンテン。はい。もうピンズで行くんでしょうが、まあ、本一と自敗バックとっていう感じですか。津田ですか。そうですね、はい、まあ、もちろん厚込みではありますけど、はい、うん、まあ、これだけでもやっぱファンパイ、ね、若干切りにくくはなりますもん ね、 ね、まあ、なんと初を打たれてますか。まあ、でも、ユーセイさんは手配で、もう切ってますね、はい、完全に。さあ、ビーズ仕切るか。あ、そう、一通含みですね。うんうんうん、ここで、三腕、僕は結構三腕とか切っちゃうんですけど。三腕ですか。はい。なんか先延ばし先延ばしにするんですよ、ああいう単独の選択を全て。そうそうそう、で後で手ぶつまるみたいな。さあ、なんは僕もあれをウーピン蹴りますね。なんかパーピン横伸びの飛車地球3色もあるんで、その時のヘッドがなくなっちゃうから僕はウーピンです。なるほど。お、現状のポイントがね、あの運営さん出していただいて、田の内プラス 34.4、 ゆうせいさんプラス 30.1、 はい、津田が、プラス 24.0、 まあ、麻生はちょっと今現状圏外ということで、はい、表示はされておりません。はい、そっちは見れる。大接戦。見えない。まあでもこれ麻生一回ね、6000オールぐらい、はい、積もったらもう一気に名前出てきますから、うん、うん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 、6000オールで6000オール。いやでもさっきなんか色出てたよ、酸素。へえ、酸素。まあ、3ピン切るか3層切るか、まあ、もしくは老朽はどちらか切るかって感じですけどもね。まあ、あの想像、リャンソーが、2枚とか、リャンソーとイーソーがちょっと多く見えてるからとかもあるのかな。あと自分でイーソーも切ってるんですよね。あ、そうですね、はい、ですので、はいはいはい、あの頭候補の横伸び考えた時にやっぱり3層が一番いらないかなと。はい、なるほど。はい、麻生さんが地層を引いてどうするんでしょうかね。2万か。一通変化と飛車球の面をまあちょっと残してるってことですね、はい、ここは役配とあと4、5、6、3色ですかね。そうですね、くらいですかね。発想が豊かですね、うん、そうですよね。うん、ほんまに3ばっか してた人とは思えないぐらいはじめ、ね、3色なんか見る影もなかった気がしますけど可能性を全部残していってね、うん、それと敗戦徳うまいですね。やっぱりこういったドラポンとかもすぐに対応すぐ反応できるというのはなかなか難しいですからね、うんうん、ドラドラだけに丁寧にとか、はい、ちょっと変に考えてしまいそうな、うんうんうん、あ、これまた運営さんが書いてくれてるのは、はい、トップを、ただし津田はトップ条件なのでトップ転落したら、はい、まあアウトですね。なるほど、津田はトップ条件、田内優勢が通過、はいはいはい、なるほど。いや、それはこの対局見てたら打ちたくなるでしょう。え、打ちたくなったってはい、もうそういう、ね、コメントもいただいてますが、さあさて、パーピンはどうなんだ。パーピンもあるから、カンパーピン、イペーコのイーシャンテンも残しましたね。残してるんですかね。はいはいはい、
ツナガトーン重ねましたね、イーシャンテンですね。ポンテンが取れるけどトーンはテンパイ、リーチですね。GP9P シャンパン親の優勢さん GP9P テンパったらもちろん全部まっすぐですよね、はい、津田は、はい、さあここもテンパイ、麻生テンパイでパーピンを押すかどうか、はい、うん、またリーチをするかどうかですね。そうですね、町がスチピン、はい、まあ、現物でもないのでもう打つならリーチしそうですね、はいはいはい、供託も溜まってるんでここ勝負してもいい気はしますが、そう、消さない我慢強い、津田の捨て牌も込みなんでしょうかね。なるほど、あ、津田がトーン泣けてポンテン取れましたね。ここでウッピンを、さあ津田もスーチピンの転牌、ただそのチーピンはスーピンが1枚のところにいっぱいありますよね。スーピンが1枚残ってるだけですね。そうですね、場には0ですよね、はい、手牌で7枚使われてるんで残り1枚ですね。キューピンも残り1枚ですから1対1ですか。1対1、また1対1、もうこれはもう全部ですもんね。大体2人とも、2人ともってまあリーチはそれはもちろんそうですけど、津田も降りないと、そう降りないんじゃないですか。降りないでしょう。ここで直撃できるとこれまた、はい、だいぶ通過の行なりますからね。津田も今苦し実際苦しかったので、はい、実際今 現状3着目ですからね、はい、うん、さあこうタノチで、止まっていますが、はい、3走、うん、津田の手配がもうよくわからないですもんねこれあの3品とかも怖かったでしょうに、いや本当にさあ、はい、タニヤオがつき直しましたんで、しした3色もついてるあーからカラテンが、さあ感じピノリッチですが、いやもうでもこれはしょうがないでしょう。しょうがないですね、しょうがない、もちろんしょうがない。さあ田の内さんの横顔が、田の内がチーピン切ればダブトリロン、そうですね、トリロンですないですねまあ受けに回った田の内今、うーん、さあ一枚を、いやしかし麻生がものすごく見せてくれますねこれ。本当ですね、すごいな。でさっきの休憩中なんかうちちゃんと打ててるみたいな心配してましたけど、あっ、おー、津田が積もりました、積もって、初空さん2004戦は2100、4100の上がりとなりました。はい、これでまたまた分からなくなりましたね、そうですね、これは優勢はもちろん田之内もまた厳しくなりましたね。なんか目まぐるしい、目まぐるしいな、はい、でも安全圏に入れないですね、はい、これで津田が今、はい、トップポジションになりましたか。そうですね、さっきのポイント考えると、はい、で、うんうん、トップポイントですね、通過ポイント、あ、今親誰でしたっけ。親デュセさんです。じゃあまだ優勢さんが親かぶり4100、田之内、あ、そうかそうか、リーチボンもあるし、はい、今津田の飛車で津田ですね、津田田之内の順ですね、はい、ただ優勢さんももう満貫ぐらいで、満貫でまたまくれる、はい、田之内をまくれます。田之内をまくれる、はい、そかそか、麻生も厳しいのは厳しいんですけど、まだ全然親も残ってるんで、はい、まだ親も残ってますしね、はい、はい、頭まで抜ければ、まあ、あと多少の着順とか、まあ、素点が必要とはなりますが、可能性はまだあります、はい、そうですね、逆にあのだから麻生の立場からすると津田が展望を持ってくれる分にはまだまし、はい、いいんですね、はい、はい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 、しかも結託されてとっとと流されるっていうこともあんまり起きにくい 点差になってますから、麻生的にはここでちょっと津田に連チャンしてもらってもいい、これ以上はあまり無理のない程度に、そうですね、連チャンは厳しいですね、現状 の、 その並びは別にいいんですよ、はい、並びはいいけど親はそのまま流したい、そうですね、津田をまくるがトップになるのがあのもちろん絶対条件ですから、トップが離れていくのはそんなに嬉しくはないですね、嬉しくないのか、難しいな、でもやれることはほんまに全部やってますね、いや本当にしっかりしてますわ、さすがチャンプね、渡辺さん見習ってもらっていいですか。わかりました、了解ですですよね、ミオの先輩後輩そうそうそう
さあ津田、ここでも結構加点できそうな手配ではあるのかな。津田ですか。あ、そう、イーシャンテン、いいとこ聞きましたね。ただドラがヤンピンなんですね。ドラ起こしてやったら先に両面固定ですか、はい、そうですね。ドラ重なればね、あのペイトの振り替わりで、そうですよね、打点は一気に上がるんですが、はい、まあ別に津田の親を連チャンさせるっていうのもね、うん、そんなに麻生が望むことでもないので、まあ自然に行くんじゃないですかね、はい、ゴロッチは見ない。でも何を切んねんって話ですもんね。そうですね、リャンピン、ドラのリャンピンを切るしかないんですよね、5、6、7、3色見ると。そうか、もうちょっと進んだ。リャンマン3万とかもあるんですかね。リャンマン3万、でも今のピンフのイーシャンテンちょっと崩したくないですよね。あ、そうですね、ここでそんな打点でもないか。そうですね、しかもあの3色といってもウーパーピンもまだ不確定ですし、はい、でローソン、こうパーソン引いた時点でアウトじゃないですか。心配はしましたが、これ多分ウーパーピンリッチ行くじゃないですか。それが自然で、まあこの場合それでしょうがないと思いますけど、ドラ重ねてのリーチを、ドラ短期リーチですね。そうです、ドラ短期リーチも全然 OK ですもんね、うん、はい、もう最低マンガン必要、もう打点を作りに行きましたね、欲しいという、まあ、絶対に打点がこの局でいるかどうかは分かりませんけど、チャンスですからね、はい、この順目であの形になってるのがすでにチャンスという捉え方ですね。ユセさんが引っかかってるペン3品がペン引っかかってる、ただドラがリャンピンなんで引っかかってるとはいえそんなにですね、若干出にくいかな。そうですね、はい、さあリーチを受けて3品は3品、山に1枚ですね。山に1枚、逆にドラはまだ重なる可能性ってあるんですか。そうですね、まだ2枚、あと2枚ありますか。あと1枚ですね、1枚ですね、3人が使ってます。ゆうせいさんと津田さんと、そうか、そうか、はい、あと1枚ここで押してくる人間っていうのがまあほぼいないのかな。麻生さんだけです。麻生さん、まあ、押す可能性あるのは麻生ですけど、可能性で言えば、うん、麻生は、あ、そっか、まだ、はい、親は津田ですね。あ、そう、9ピンチーピンと落としてギャンピン引っ付けに来ましたね。でもこれ3色含みですからね、またそっかそっか、もうドラ勝負いくんじゃないですか。麻生小さいローソー切ってるんですけど、ローソー引き戻した場合のみ、はい、ドラ切り追っかけリーチ考えてるかもしれないですね、はい、パッソー引いたらどうですか。パッソー引いたらかなり微妙だと思うんですけど、うん、パッソーがね、ほら、ゆうせいさんの宣言杯で出てて、それに対して打ってるのが田の内だけじゃないですか、はい、まだあると。そうですね、まだある可能性が十分に高いと、はい、まあ、実際にユーセンさんの手配の中にあることもあるんですけど、あ、3品がなくなりましたね。3品がなくなってここが折り打つ可能性はありますかね。まあまあ結ぶんですけど、津田のリーチはどうなんだろう。ドラタンリーチですか、これで。ドラタンリーチ、これでヤンピンまだ1枚ですか。そうですね、山にまだ1枚、うん、びっくりした。さあ麻生が負けました。1対0は負けへんぞ。毎曲見せてくれますね。いや、いいですね、このリーチいいですよ。はい、そうですね、なかなかこれ も諦めない、諦めない。さあ、ヤンピンがどこに行く。ピョ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 、さっきから何対何で全部負けてますけど1対0は負けないですからね。1対0さすがに引き分けか、引き分けか勝ちかのどっちかですからね。2違い会社がもう津田は全く持っていく局面じゃないですからね。そうですね、なるほど、無難に終われ無難に終われ、はい、実際前だったら今は、うん、今麻生を勝てって多分脇の2人は思ってますからね。そうですよね、はい、あ、こっちに筆記分け、田の内筆記分け、すごいな、田の内さん。田の内さん結構食い取りますねさっきから掴んでるっていう、ちょっと掴んでるわけ、食ってないんで、食ってないか、掴んでる、それそれ、うーん、勝つ、まあ、ここは流局濃厚で麻生優勢2人転敗、数層か中筋の数層か、転敗取りたい
いいから悩んですよね。テンパイ取りたいとは思ってないと思いますね。テンパイもちろん取れるなら取りたいですけど、ないのか今もこの順目でそこまでテンパイにこだわることないと思うんですけど、そうですね、ポイントもそうなんですけど、数層ぐらいしか、中筋の数層です だけです。いや、他に何もないですからね。ないのか、難しい。パーピン、なんか和装に対してはね、宣言杯チーソーなんで、はい、でローソーも切ってるし、はい、まあ、途中でつかまされたチーソーを勝負杯にしたっていうのは、宣言杯にしたっていうのはあるんですけど、っぽいですね。でも実際、はい、実際そう見えますよね。だからあそこは関数層はな、おそらくなさそうではあるんですけどね。今ローピン通りましたけどね。3層もあと筋か。そうですね、もう一回3層ですね。はい、さあ麻生が入ってから振り、さあリーチ者2人の転敗となりました。麻生と優勢さんが2人転敗。さあ麻生の親番、ああそうですね、ここで回ってきました。はい、6000、何点差ですか。3万点差ぐらいですよね。ほぼ3万点。3万点差だ。プラス、あとまあ供託もあるんで、ここで8000オールとか引けないですかね。8000オール、まあ、8000オール引いてそこからですからね。さあ、何2曲となりました。その親番ドラは9ピンです。8000オールを引くと、2万点のトップ三茶になっての60の80の、あ、そうなると田内はまくりますね。田内はまくれる、8000オールで、はい、8000オールで。津田はまくれないですよね。津田はまくれないんですか。優勢田内を まくりに行かないといけないですか、ここは。現状、まあ、積もり散らかすとしたら、いや、まあ、トップになれば、つかどうしてもトップにならないと無理で、トップになった場合は自然と津田が落ちますね。ああ、そうですよね、そうですね、はい、着順勝負ですよね、ここは、はい。じゃあとりあえずこの並びのまま、はい、まあ、現状のポイントでね、まあ、素点でベストアーカーだから、ここでもつもつも言わないと、つもつも言わないと。そうですね、ただここの親の連チャンを望む人間はまたいないんですよね。そう、なんか、でもそう、どう、みんな津田が早いかな。津田は早いですね、だいぶ軽いですし、ここを仕掛けて上がってって言っても OK ですからね、はい、現状トータルトップですから。トップですもん ね。ただまあ親が絶対に来る親なんで、はい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 、絶対にぶつけられるんで、うん、そうですしょうもない、あのしょうもないリーチを先生やからって打つのはだいぶ怖いですね、はい、やめた方がいい。なるほど、うん、さあドラのキューピンは優勢さんに2枚。そうですね、うん、麻生は単用でまあ引けないことはないのか。引けなくはないですが、やっぱりリーチしたいですね。そうですね、うんうんうん、こんな津田みたいな手が欲しいですね。そうですね、ちょっとゴツゴツして買いたかったなみたいな、ま、しててもいいしさあ、そう、初を重ねましたが1枚切れですね、はい、まあ親継続がもちろん最優先ですからね。チートイツのいい射程、何切るの、パーソーを切るのか、もしくはもうチートイツに決めて何か違うものですね、まあ、これが一番、ね、単葉で泣ける仕掛けですが、はい、形ですからね。泣いたらトイトにこだわらず、うん、普通に単葉で上がりに行くんじゃないですか、はい。ヤンピンとかポンできたらね。そうですよね。ヤンピンはまだ誰も持っていない、うん、ドラが田内に入らないか。ドラもそうですよね。そうですね、田内も現状通過ポジションですからね。はい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 。サチマ、サチマはパーマンを切ってるんですけど、
よっぽど良さそうに見えないと、このシーマン、あ、モチートイツ、仮面つてかって感じですね。まあ、チーピン来てもね、全然、メンツでも、チートイツも両方見れますし、むしろチートイツだったら、受け入れ一種増えますし、そうですね。まあ、でも、チーピンの受けがなくなるだけか、メンツでの。まあ、スーピンもちょっとロスいますね。まあ、スーチーピン。あ、スーチーピン、はい。さあ、はい、初ポンにかけて、ウーソーチーソーを払うのか、ウーソーチーソーでしょうね。まあ、自然ですね。はい、ウーソーいてて、うっかりチーソーからアンコになってくれたら、ちょっと3アンコの目がまだ少し見えたりするかもしれないですけど、打点アップそこぐらいですかね。そうですね。まあ、初と、ね、スーピンのシャンポン残りでも全然リーチ打てますから、ウーソー右で。さあ、引か、あ、引かない。初引きのリーチが一番いいのかな。初アンコにしてのウーパーマン、うん、技術の初テンパね。はい。うん、でも6ブロックの、そうですね、どこ払う、サブロスを2度受けだいぶあれ厳しいですね。とりあえず E1 を打つのかな。あ、メンツ手に決めますね。はいはいはい。 E1 は現物、まあ親の筋ですね。うん、あの形のサブロスとあんまし持ちたくないですよね。そうですよね。もうメンツできたならメンツに決めちゃえと。ちょっと早そうでしたが、トントントンはショーパイですね。分かれるのがどうって話ですね。抑えました。トン、トン、こういうトンをね持っておくっていうのもちょっとやらしいですよね。そうですね。いやでもこれね結構いいんですよ、こういうのが。なるほど。切らせない。そう、切らせない、簡単に切らせない。なるほど。だってあのトンを切っちゃうと津田がもう簡単にトンを切れるようになるじゃないですか。なるほど。そうするとね、やっぱ受け入れも広く構えられますし、でまた初持ってきた時に、はい、一枚切れの初とションパイのトンだったら親に連チャンされたくないから、今だったら初切るじゃないですか。でもトン切れてたらトン切っちゃうんで、切っちゃいますもんね。だから自分が泣きたいのに泣くのがちょっと遅れるっていうケースも増えますね。ここでトンが通ってればあっさり打てるんですけど、はい、打ったまあまあこれ換算比のね、換算比の受け入れも増えちゃうんでしょうがなくですね。小っぽい、ありがとうございます。元ですけどね、いや、前ですけどね。その方がかっこいいね。元より。さあ、E1 切り、ダマ選択ですね。サブロー総テンパになりましたね。はい、ピンフイペコードライバー、高めイペコー、はい、このサブロー総でも津田の処理が良かったですね、結果的にだいぶ間に合いましたね。はい、あ、確かにそうですよね、あの3層、はい、切ってなくても結局スーピンのところで切ってそうではあるんですけど、はい、間に合ってそうではありますけど、まあどちらにしても先見の明はあったってことですよね。サブロスあと3枚。さあちょっと麻生テンパイが入らない。うーん、ああでまたこっちもテンパイが入って、リャンウソ、リャンウソ、あーどこどこ、あ、ういや、あ、当たりはしないんですけど、うん、初が初がね、深いですね。あ、詰まりましたね。スノーピン、ドラドラですかね。そうですね。2600の上がりになります。さあ、それで麻生はもう、はい、条件は相当無茶しないとダメな条件ですね。まあ、約毎回ぐらいはいい勝ですね。そうですね。そうですか。はい、もう破熱も以上じゃないとぐらいの、はい、またまあ最後約万坪条件残すためにも、まあ今、はい、今もう一回、そうですね、何点差に詰めとかないといけないっていうのは考えとかないといけないですね。はい、さあ、ゆうせいさんの1300、2600の上がりが出まして、トンじゃなくて何ですか、何3曲今の1326で、はい、教託もありましたよね、2本まくってますね。田の内はまくっていると思います。津田にはちょっと届いてないぐらいですね。田の内が227ですか。もう着順でまくってますね、雄星は田の内を1100点。雄星さんが2、3、そうですね、そうですね、教託でまくってるんで、もう、はい、これで現状、はい、
津田優勢ですか。優勢津田じゃないですかね。1着2着ですもんね。そうですね、優勢津田が1着2着、はい、うん、さあ、田のうちの親番ドラバシャーですね。わ、ハイパイすごいですよこれ。誰ハイパイとか、まあ、ハイパイからごめんなさい、ちょっと見てなかったですが、田のうち、田のうち手配がすごいです、はい、郵政53、津田 33.4、田のうち 9.4。 そうですね、でもあの田の内が優勢さんをまくるだけでもうプラス20ポイントつきますから、はいはい、逆にその時は優勢さんが20ポイント減るんで、減るんでね、33になって津田さん、津田さんが上になるんですね。田の内、津田田の内になってことか、うん、田の内さんが優勢さんをまくればと。そうですね、まあ、まだオーラスではないですが、現状だけで言ってしまうと、うん、田の内は、うん、今現状3着ですけど、はい、まあ、あの1100点差の優勢さんをまくれば、はい、通過順が他の、はい、ん、他の順も1300オールで、1300オールで、はい、もう並びが他のうち津田優勢になりますね。なるほど、それで津田もまくれるのか。ただあれですね、あの津田からの出上がりをした場合は、はい、逆にあの田の内津田に、あ、田の内優勢津田になるんですね。なるほど、これだから田の内と優勢の着順がもう全部に影響しますね。麻生の手配がなんかすごいことになってますね。これヤンシャン店ですかね。急走一品九品ですね。急走一品九品、ただまあここが早い、早いですね。田の内、E ピンはあと1枚ですね。Q、はい、ピンはあと3枚、いや2枚かな、今切られたんで。2枚ですね、今1枚出ましたね、うん、これはサブロー Q ピンを今日にも缶を優先しますかね。ただバーに酸素が2枚缶しましたね。はい、チーピンの缶、親の田の内チーピンを関して、シンドラはまたシャアですね。そう、シャアは津田に1枚、麻生に1枚、津田はいらないです。4と1、うん、こうなってくれるとくると、はい、麻生が流してくれることはもうほぼほぼないので、うん、いや、しびれますね。いや、もうこれやってる方はもっとですよ。そうですよね。すごい、すごい勝負になってますね。はい。さあ、どうぞ。こちらは現状2着ですが、これ、ローソン並べられたら、田の内は仕掛けるんでしょうかね、はい、うーん、あ、田の内は違うか、田の内の対面ですね、面か、そうですね、はい、すいません、失礼しました。急走はまだあるのかな、1枚、バニは1枚ですね。ヤマニ3枚ありますね。ヤマニ2枚かな。ユウセイさんが1枚持ってる。メンホンチートイのドライオンみたいなのがありますか。メンホンホンローチートイドライオン、うん、考えてますね今。4と1何を、何じゃない、イーソーを切るか、まあ、まあ、かぶってる何かを切るか。でも結構バニ何がなくて、初も2枚出てる、初2枚だったら別にこれメンホンチートの方が良さそうな気もしてきますね。シャアダブル、ウィーソー、これ難しい、迷ってるところをイーソーはね、もう切るんですけど、まあまあ一旦何からいきますけど、はい、コンローチートイドライオン、まあバイマンの前からイーソーか、チューンが1枚、さあどう選択しますかね。うん、この捨て牌の時に迷っ
ってる、はい、ということは、まあ、国士と何かの選択、うん、一層いきましたね。名本チートイを選択しましたね、はい、チートイの選択ですね。で、うん、そうなると大体他のみんなは、うん、あこの人シャア問いついたって思いますよね。あなるほど。まあ、実際は今回違うんですけど、はい、欲しい牌ですけど、シャアが残り2枚まだあるんですね。そうですね、まだ2枚山にあります。あ、田内ですね。田内の良さそうに見えますね。リャンワンがあんこなんですよね、ゆうせいさん。ウーワンは誰も使ってないですよ。あと2枚、手配2枚山ですね。あと2枚ですね。スキャン的にはなんかすごいめっちゃ良さそうに見えるんですけど、良さそうですよね。リャンワンが固められてる。田内とは結構リャンワン使ってなさそうですもんね。みんな使ってなさそうに見えちゃうんで ね見えしますですよね。うん、そう、完全安牌の何から行きましたか。はい、このリーチに対してもうちょっと押せる人もいないですよね。残り2枚のウーワンを積もれるかどうかですね。これでも転売料だけでもまだ郵政さん、あ、ここでまた粘りが。パピパピ、あ、チーピンの、はい、チーピンのノーチャンスなんですね。はい、さあ、ゆうせいさん張り返せるか。うん、白は行きましたね。白はまあ、麻生の手配に1枚以上はあるだろうと、はいはい、思いながらいうので切ってるとは思うんですが、はい、あ、これ、あとツモは0回0ですね、はい、残念ながら、はい、グリグリさあ、吐いて優勢さん、吐いて、ここにバッタけど、この9万は9万惜しやすい、切りやすいですね。ローマン落ちましたね。チーマンが早いし、なんだろう。さあ、2人転敗となりました。田内と優勢さんの2人転敗、6級1で当たることはない、うん、で、まああとどっちの方がシャンポンがあるか、シャンポンケアか、まあうっかり7引き戻せる時のリャンカン選択の貫禄はあったかもって今パッと見た感じは思ったんですけど、どちらにしても、はい、テンパイを取った方が得ってことですね。そうですね。さあ、引き続き田のうちの親番となりました。難3局一本場ですね。やっぱ優勢さんは転敗取れるんですね。そうなんです、取れるんです。いやもうでかいですよこれ。今1回戦からの積み重ねでどんだけあの転敗料もらっていってるんですか、この人は。いやほんまにね、もう多分羽根万ぐらいもらってますよ。いや正味上下で言ったらそれぐらいあるでしょ。そうかそうかそうか。普通1500払ってるところ、1500もらってるところを何回見たかですよ。はい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 、1回で3000点やもんな、はい、そうですよね。早く流したいですよね、優勢さん。さあ、ドラはチューンですが、こんな時に限って、そうですもんね、こんな時に限ってドラがチューン、あ、チューンから言ってますね。津田手配が結構まとまってはいますが、そうですね、差し子の3着も含んでて、これでインピンギャンピンを行くのか、シンプルにイーシャンテンを取るのかって話ですね。なるほど、ここはインピンギャンピン行ってほしいな。インピン行きそうですけどね、僕。この3ピンは別にミスじゃないですからね、ミスというか失敗じゃないから。そうですね、まあけど、どの選択でも、うん、おー、そっちか、そっちか。3番では、まずの伸びを見たんですね。うん、あと、まあペン3ピンギーチになった時にちょっとでも出やすくっていうのもあるかもしれないですね。お、田の内3面詰めができましたね。見た、つむぎり、麻生は数アンコウ狙いですかね。そうですね、ちょっとどころじゃないぐらい遠いですが、はい、でもね、1アンコ、はい、だから、だから1アンコ
でもいやいや諦めない諦めないよ。さあテンパイするか。津田がいいシャンテンですが、お重ねましたね。うん、麻生もちょっとね、はい、安牌抱えつつ、安牌って言っても1枚枯れぐらいのやつ、もしくはノーチャンス的なやつで抱えながらないと、はい、この後、しんどいですかね。おそらくリーチは大体受けるだろうという、ね、はい、3ピンね、実際津田が欲しい範囲なんですが、まあでもそれにしてもやっぱウーピンとかがピュッピュッと見えちゃうと3ピンも、うん、重なりそうな牌しか持てないですからね。そうですよね。三ピンいっちゃう？三ソンの方がちょっと良さそうに見えますか。想像がちょっとだけ安いから。うーん、でも一枚切れの牌があるんだったらローソーでも別に何でもいいですけどね。チーソー。あ、チーソーも1枚切れてますね。1枚切れてますね。ローソーのチーソーも1枚ずつ切れてます。1枚切れてる枚数ってことですね、はい、さあ、チューンが間に3枚見えましたね。うん、もうイライラしてますね。うん、絶対そろそろ、はい、ペン3ピンでもリーチ打つっていうにはちょっと怖くなってきた準備ですね。打ったところでペン3、ああ。これでだいぶ形は良くなりますね。良、はい、うん、くなりましたよね。ユウセさん、自敗は安牌としてですか？うんうんうん、リッチですかね。サブローソー、ね、はい、まあ、だいぶ盲点になりそうなサブローソーではありますが、うん、そうですね。結構不自然な捨て牌で、まあ、序盤が、はい、あと 2枚サブローソーは2枚、この3走は出そうだ。そうですね、このリーチに対して押し返してくるのが田之内ですか。田之内ですか。まあでも田之内もそこまで条件きつくないじゃないですか。そうですね、なるほど。結局優勢3枚くるだけでしょ、はい、オーラス。そうなんですけど、まあドラが見えてて打点もそんなに高くなさそうだし、あ、そうですよね、はい、まあもうね、それだったらもう落ちた方が、うん、あ、欲しい。さあ、さあ裏は乗らず、1300は、はい、1300か、で、供託1本、はい、2本、1本か1本でしたね、はい、ここで条件確認になりますか。トータルトップは津田になりますか、はい、今これで。あ、ゆうせいさんか。ゆうせいさんですね。ゆうせいさんがトータルトップ、はい、今回一応プラス 5.3 入りますから、54.5 ポイント。54.5 ポイント。はい。で、津田さんが、現状2着目の 13.8、63.8 入りますから、はい、34.5 ポイント、 34.5 ポイントが津田プロ、はい、田之内さんが、マイナス 6.8 になりますんで 19.9 ポイント、 19.9 ポイントですね、ただ、うん、田之内の条件っていうのは、雄星さんの何点上や、2600点上に行くことになるんで、現状の、3700差ですか、今3700差に2600足して、6300差。ユウセイさんを巻くレバー OK でしょ。津田、いや、2着3着だったらもともと 22.5 ポイントですので、うん、22.5 ポイント差ありますから、うん、2着3着だったら20ポイントしか縮まりませんので、うん、2500点上に行かないといけない。あれ、現状でもこれでしょ、ユウセイ津田田之内。だって、あの、ユウセイさんまくった時点でユウセイさん あのポイントが落ちるじゃないですか。はい、 54.5 と 34.5 で、ユウセイさん20ポイント減ったら、ユウセイさんと津田さんが同点のトップになるんですよ。ん、
あの田の内が、はいはい、例えば麻生からのロン上がり、うん、になった場合のみですけど、うん、あれこれ変わるんじゃないですか。今僕ざっと言ったら計算間違ってます、合ってんのか、合ってるけどそうなのか、 5.3 ゆうせいさん着順が落ちたらマイナス20ポイントでしょ、20ポイントで 34.5 になったら津田さんと並ぶんですよ。まあ麻生からのロー上がりっていうのが、うん、あればの話ですけど、うん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 、脇になるほんまですね。ゆうせいさんと津田さんがその場合は先行優位になりますので、はい、その場合はゆうせいさんの方が勝ち上がり、勝ち上がり、ただ、田の内は妖精さんまくるだけでいいんですか、3級とか上がっても足りないんじゃないですか。でまくったら、ここで例えば3900だったら、うん、プラス 23.8 でしょ、そこに順位点がプラス20つくんで、着順変わってつらだから田の内がトータル首位になる、3級上がったらなるんじゃないですか。239入りますよね。あそこ23.8 ですよね。19.9 から39上がって で、ね、で着順が一つ上がるんで、ゆうせいさんチャンス入ってくるのは 13.8 だけですね。あ、じゃあ 23.8 か、ほんまですね。まず僕は計算間違えました。ここにプラス20されるのに 43.8 になって、津田さんもまくって首位通過じゃないですか。3級で、あ、ここでも今小のガチ計算運営にも出てるで、あ、朝出ました、あ、うんこめ見てください、はい、OK です、しまった、そうですよね、つ、ゆうせいさん、現状はゆうせいさんと津田、はい、で、はい、津田、ゆうせい津田はこの曲を潰せば OK、 ゆうせい津田はこの曲を流せば OK、はい、そうですね、はい、で、田の内の条件として津田3900直撃、はい、ゆうせいさん直撃3200、はい、で、麻生から6400、麻生から6400、うん、僕の言ってること全然違いましたね、麻生から6400、あとちょっと見直そう、で、積もの場合は1326、1300、2600ですね。潰せばっていう話ですけど、これただ優勢さんは打てはしないですよね。打つには何点まで打てるんですかね、これ。田の内の2500点下に潜り込んだらダメなんですよね。26下に潜り込んだらあかんから19000は割れへん。64振ったらダメってことですね。優勢さんは？はい、優勢さんは。津田、だから、津田とか麻生に対しても64以上を補充するとダメ、ね、まあまあ大丈夫、津田さんがうっかりチートドラドラ張りましたって飛び込んだったりしたら落ちちゃうっていう、64以上の補充、ゆうせいさんは64以上の補充はダメ、そうですね、でも麻生はまだ役満つも残るんですね、残りますね、うん、はい、麻生は役満条件で、はい、つもか津田、はい、津田直ですね、あ、役満ですか、はい、役満は他からはダメなんですね、ダメなんですかね、他ダメって書いてます、他はダブル、ダブル役満、他はダブル、うん、中連ですか、あ、違ったさあ、田の内は積もなら1300、2600、さあ、なりそうですかね、要するに3900の手を作って1326ってことですか、はい、そうですね、39、うーん、ドラは初、麻生は、まあ、ロビーもうちょっと引っ張ってもよかったですよね、うーん、まあわずかに中連あるってある、まあほとんどないですね、うーん、まあここは楽しみ、津田ぐらいしか見えないですかね、さあ津田はこの曲を消化しに来るが、はい、ドラドラ田の内がなんか、なんか派手な、ペイは役牌ですね、はい、ペイことはペイない、いや、ペイ本一だと、だとテンパネしないとダメなんですね、テンパネ条件、そうですよね、テンパネ条件、そうですね、かつが直一品あんこったらもうすぐ泣けるんだけどなってやつですか、ですね、なるほど、一品はそうに1枚、うん、そうですね、上茶が麻生なんで、まあ、はい、仕掛けた場合まあまあ泣かしてくれないですね、そうですね、うん、
う一曲やってもう一回チャンスをって言える点差じゃないですからね。あそう、もうもうちょっと近いと逆に泣かしてもうちょっとやろう、もうちょっとやらせてよってなるんですけど、さすがにちょっと遠すぎるんで、さあ津田と優生さんが曲を流したい、はい、なのでもう優生さんはねもう点、はい、上がる必要がそんなにない、はい、最悪最初伏せれば、そうそう、もう伏せればいいだけですよね、はい、ということで得意の経典もいらない。そうですむしろとんなとんなもう一曲チャンスを与える必要がない、はい、津田雄星は田の内に放銃したら落ちる、これもなかなかシビアな条件ですよ ね、 すよね、怖いですよねこれ、ロンって言われた時点でやってじゃあもうこの曲の親りは無敵ですね誰も向かってこないですね、よっぽどなんかもうこれはもう別れるみたいな感じにならなかったら、親りタノチだけ向かう、あ、そうかそうかそうか、ユウセイさんが親なんでタノチリーチが、あ、そうですね、逆でした、逆でした、なんかタノチ、なんかすごいイーシャンテンですね、面本のやばい、なんか面本のイーシャンテンになりました、サンキューとかじゃ なくなってきてますね、ペーオポンしてそうさ、イーピンツもイーピンツも条件なんですよね、それだったらなんかまだ一回スルーって感じになりそうですね、もただそのペーは津田に一枚、いやまあそら出ないかな、そうですね、あんだけ本一志向のところに役配は切らないですね、はい、何をしてるんだ、なんか津田さんめっちゃ考えてますね、指さしてますね、指さしてますね、津田の番ですが3番、はい、3段目に入りました、はい、ね、楽しく考えてます、もういいシャンテンですからね、テンパイはしてほしいな、そうですよね、マンズは、まあ、できるだけ後まで残したいですよね、最終の方まで、そうですね、はい、あんほぼほぼ安牌ですから、はい、おあテンパったけど、カンウーピン、はい、麻生があるからってことですかね、まあ、みんな全体的に捨て牌がおかしいんで、このペイは全然信用ならないってやつですかね、出会い64にしたんですよね、カンウーピンで、あそかそかそか、はい、そっかそっか、カンちゃんに取るとあそうか、64でいけんのか、シャンポンでもどちらにしても64ありますよね、シャンポンでもいけるんですか、はい、シャンポンでもどちらにしても64になるか、絶対そうですそうです、そっかそっか、残り1枚のウーピンは山、山にありますか、かあります、あるのはありますあるのはあります、吉本みたいなありますか、あるのはあります、あとはどこに巡り合いです、はい、そう、 うわなんかスワンコっぽいのがやってる、すごいな、わトンがペーもあったんですか、ペー最悪すぐペー引くってもうタメンちゃんくれるってやつか、うん、ペーはもうないんですよね、ペーはやとのきくんがカンちゃんに受けたり、あ、カンちゃんだけ、あ、なるほど、最悪シャンポン引くってペーにでもタメンちゃんくれる分ちょっと得ってことですね、はいはいはい、さあ、あとツモはツモがあと1回ですかね、田の内はペーチャーですよね、はい、あと1 回、 あと1回山にはウーピン1枚、あと1枚、さあこの次のツボですね、麻生は、まあ、ここでウーピン抜くことはないですね、ないでしょ、ただまあ何を切ったらいいんだとはなりますね、これね、この捨て合いだと何にも分からないですからね、まあ、ローソー行くんじゃないですか、ローソーでいいと思うんですが、ケピ行きましたね、さあピコピコピコ、あそこもう一回飛ばすもう一回どうってもう一回どうってあいやね、それはもうさあ、あ、ちょっとこちゃぐしゃ、田の内の一人転敗となりました、はい、終了となりました、はい、通過を、はい、ね、じゃあ通過の発表です、トータルトップの雄星さんが1位通過、2着は津田プロの通過となります、あー緊張した、変わりますけど着順さやったらでももともと 22.5 なんて足りないですよ、あ、僕も見たからそっち間違えたかもしれない、もともとのこれを、これも間違えたかもしれない、見たんだってないけど間違えた可能性、いや面白かったですね、めちゃくちゃ面白かったですね、麻生さんにしても最終こんなことになってはいますけど、見せ場めちゃめちゃありましたもんね、すっごい頑張ってはいましたね、いやーやばい、
負けてるかもしれん。僕もです。やばいな。いや、これは本当に面白かったですね。いや、3人も最後までね、はい、跳ねまんでこなこなこななってましたもんね。こなこなこななってました。いや、全員にね、みんなしっかり手作ってたし、あのかといったの細かいところの点数とかね、はい、そういったまあ経点とか、そうですよね、みんながみんなしっかりとちゃんと最後まで追って、はいはい、こんだけ動いたのに報酬はほとんどなかったですからね。そうですよね、そうですよね。いやー、すごいな。面白かったです。なんか頭変えたはる。いやー、ほんと面白かったですね。はい、はい、まあ1位通過が優勢さん、2位通過ツアー、はい、ということで、ラス目からのインタビューでいいですか？まだ？まだ？はい、では1人ずつ、はい、はい、インタビューしていきたいと思います。4位通過からで大丈夫ですかね？はい、そうしましょう。はい、じゃあ4位通過のアソフを、はい、お願いします。はい、はい、あ、ちょっとまだカメラが来てないわ。あら、あ、すいません、お願いします。そうそうそう、あ、終電15分。はい、来ました、はい、来ました、はい、はい、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、素晴らしい。結果はね、残念でしたけど、ところどころの内容が素晴らしく良くて。ほんまですか？いや、本当にマジでめちゃめちゃ強いですね。そう、いや、我々2人負けてるって言ってましたもん。こんなボコボコなの。いや、我々2人結果だけ、結果だけの話で、それは内容だけ見ると、多分視聴者の方皆さん分かってると思います。本当の、いや、本当に麻生さん一番見事やったなって。ありがとう、ゆり子が、ゆり子ちゃん、ゆり子褒めた。おいもうぐしゃぐしゃなってもうとるやん。ゆり子は頑張った。でも最後の最後まで逆転してくれるんちゃうかなっていう気にさせてくれる。見てでもかっこよかったです。いや、本当に、はい、いや、すごいしっかりされてました。ありがとうございました。もう私はちょっともうハイパイがね、ちょっとかわいそうだったところが多くて、それさえ他の人と似たような感じだったらもう全然通過しててもおかしくない。めくり合いも、めくり合いももうかわいそうやったし、それ負けんのみたいな。そうそうそう、枚数圧倒的に。サブロッソ5枚なんですけどね、どこ行ったんですかね、どこ行ったんですかね、あ、負けたわみたいな。タレマンかぶったわみたいな。いやー、ゆりこーって。いやー、でも面白かったです、はい、今度ちょっとあの麻雀教えてください。ぜひぜひお願いします。教えてください、私たちに。ありがとうございます。はい、もうありがとうございます。お疲れ様でした。頑張るぞ。まあ、言うて負けた者同士一緒やな。はい、じゃあ次3位ですね。はい、お願いします。はい、お疲れ様でした。頑張りました。最後ね、条件満たす先輩組めましたが、残念でしたね。難しかったですね。もうあの捨て牌の状況、まあ、みんなの条件とかいろいろ考えると、ただ降りる人、うん、もう役満の人とかになるとぐちゃぐちゃになるじゃないですか。情報何も拾えないでしょ。そうですね。まあ、その中でもしっかりとね、よく最後までね、テンパイ組めましたね。素晴らしい。一回戦トップ、はい、戦略の見せ所はどこにありますか？戦略の見せ所、結構、いや、要所者やったんで拾ってもらえたかなと思うんですけど。いやー、ちょっとと我々にはやばいでしょ。ちょっともうその曲その曲で一生懸命すぎて。ああ、それはちょっとトータルの戦略が1、3、2って大体ね、30ポイントぐらい持ったら通過するんですけどね。30ポイント持ってんの。そうですよね、そうですよね。まあ、そういうこともあります。はい、はい、でも最後の最後までね、設定ってかっこよかったです、ほんまに。最後ね、はい、積もらんかなと思ってまんまやまんまですやん。実際あったんですね、あと1枚。あと1枚ありました。ピンまだあったんで、はい、ワンパイでしたが、まあまあまあ、でもいや、難しい、なんか泣くんかなとか。まあ最後ね、積もったら条件満たすポンテンとか取りたかったんですけどね、いいピンとか、いいピンがね、スーピンペイとね、はい、全部持たれてましたね。ローピンから泣かないですよね、さすがに。ローピンからはちょっと難しいですね。はい、まあ今回は残念でしたけれども、はい、ちょっと次回リベンジしましょう、一緒に。次回第3回、もう第2回終わってないけど、人狼解答で麻雀勝てへん。ちょ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 、はい、まあ呼ばれたらね。そうですね、そうですね、呼んでいただければ、呼ばれたければ。はい、はい、また皆さんタイムシフトね、見て、はい、田之内さんの、うん、いいところ多分いっぱいあると思うんで、僕らが拾えてないところをぜひご覧、ご視聴ください。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、それでは2位通過の津田プロ、
お願いします。お急ぎです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいやいや、ちょっと、いや、ついてただけですけど、なんかあのね、後付けのシャアのポンのむちゃくちゃなタクがね、薬杯と三色とみたいなやつですよね。いろいろコネコネして、トーンで、ラスイスの数ピンを積もる、そう、ね、あれもないでしょ、麻生さんがなんかね、数値ピンを固めてリーチしたような、はい、いや、あれは結局あの、麻生さんも56%から、まあ、60%三色で単チーピンのリーチをしたやつなんですけど、ゼロ枚です、あ、そうなんだ、チーピンゼロ枚の数ピン残り1枚、まあ、リーチの優勢さんも1枚だったんで、1対1を、そう、1対1、あ、まあちょっとでもね、全然あの上手ではなかったので、まあ、いやもう対局者皆さんね、すごく上手で、もう押しどころとかもうなんか何が見えてんのみたいな感じで、ほんまに間違いの数がね、平均5枚以上みたいな、あ、そうなんですか、はい、それは言い過ぎやわ、ほんま平均5枚以上全然積もれないなと思ってて、なんかうまいこと回られるんですよね、そうほんまですね、みんなうまいんですよ、経点取りは、あんなに経点取れます、ね、残りの3人はちょっとうますぎましたね、はい、もうついてただけなんですけど、いやでもね、もう本当に素晴らしい対局見せていただきました、はい、おめでとうございます、まあ、そんなこと言いながらね、毎回やっぱ津田さん勝ちやっぱり勝ってる、次が準決勝が先組み合わせありまして、はい、そうです、カナンプロ、チノー、ツナ、まあ、カナンさん、チノさん、足立さんと、津田さんですね、あ、頑張ってください、スナンコツモル人で B の辛さ B キッズ、まあ A も辛いですよ、でも皆さん勝ってきた人たちですから、そうですよね、これマーチャオ全滅、マーチャオ一応角谷さんマーチャオじゃない、よし、ない、はい、じゃあ全滅、はい、B が勝つです、ちょっとあの津田さんぜひ優勝してください、本当に、本当応援してます、あのグリーンファイ僕呼んでください、わかりました、優勝して俺を呼べと、全然関係ないよ優勝して賞金を出せる、なるほど、はい、頑張ります、はい、頑張ってください、ありがとうございました、お疲れ様でした、それでは1位通過の方をお呼びしたいと思います、ゆうせさんお願いします、え、優勝者の顔じゃない、なんでやりきってますやん、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、すいませんでした、もうあれ1曲目に嘘なかんかったせいでもえらいことになりましたね、あれね、どこ、あれもゴミでしたね、背景ずらさないといけない、どこ、あ、あの背景のEピン積もられたやつですか、あれゴミすぎたんで、もうちょっとそれからだいぶもういやいや、もうとりあえず結果をまず喜びましょうよ、いや、まずね、恥ずかしいと思って、いや、もう全然恥ずかしくないですもん、ね、いや結構ミス多かったですよ、でもね、なんかトーンでバイマン持ったりしましたし、ね、裏号みたいなやつ、こうやらかします、そうですね、あれはここで会話したことをそのまま言わせてもらいましたけど、あれもゴミでしたね、はい、ゴミでした、うん、はい、なんで焼けてるんですか、一日通過でいや本当にあんなはずじゃなかったんで、展開的には並びとしてもね、だいぶ最終戦楽並びの座順だったはずなのに、ね、最後の最後までね、それでもね、やっぱそう要所要所もうどこ見ててもしっかりしてますもん、それ勝ちますわ、まあ、なんかあれですね、弟じゃないですけど K 点だけで、なんかいや K 点マジで本当に取り方教えてくださいよ、本当に勝てましたね、弟さん K 点取るために生まれてきたからね兄弟それって、あの K 点兄弟って書かれてるかっこいい、かっこいいの、かっこいい、いや、いいのでしょ、まあ、もう最終戦のね、あの田之内さんのリーチの時にヤッピー引けてテンパー取れたのは結構でかかったですね、ヤッピー、ヤッパー3ピンで取れたやつ助かりましたね、はいはい、ローワン、ローキュアの選択で、まあ、ローワン打ったやつですよね、そうですね、はい、ローワンの方が多分マシなはず、はい、なるほど、はい、いや次が、そうですね、激辛角谷、友添、芝、雄星、もう恋はめっちゃ面白そうなんですよ、あれでしょ、僕と津田さん同点だったんでしょ、ね、あ、同点です、同点だったみたいですね、先行有利でなんか100点ぐらいなんかね、隠しちゃったらよかったかなと、そうしたら僕 B 択、いや A 択ね、はい、いけた、その A 択は楽みたいな言い方やめてもらっていいですか、カナンがいますから、カナンがそうか、もうちょっと落としたら、はい、そうひどい、もう、はい、ひどい師匠がいますここに、はい、いや、まあ終わりよければで、まあ助かったし、はい、はい、そうですね、はい、見せ場いっぱいありましたね、いっぱいありました、もう全部見せ場です、あの勉強になりました、もう力強く切るところの仕草も僕自身、ね、勉強させていただきましたそこあれ押してるところやなみたいな、まあ、確かに一半チャンネル結構押した気がしますね、なんか、ね、アンコのチームアップとか、はい、割と、はい、まあまあなんかとりあえずどっかで押してリスク前倒しにして、
なるべく最初で楽にしたかったはずなんですけど、だからトンもそんな感じでまあまあ行ったんですけど、まあ後で振り方押しすぎなんですけど、どっかで押してリード取らなあかんかなと思ったんで、まあそういう局面絶対必要ですからね、トーナメント勝ち上がるのは。なんでも偉そうに言ってるのに下手くそばっかりしたら、僕ここ座ったらなんで売ってんすかとか多分言ってますから、ノリみたいな。いやちょっとね、あれもうやらかし、なんでなかったんすかみたいな、履いてあげてどうするんすかみたいなこと言ってるはずなんで、履けて通報してもらえてる、6000オール草大草原みたいな感じになってますけど、いや助かります。親の連チャンもさせたし、はい、そうですね、はい、まあまあいろいろありましたけどね、こう今のコメントみたいな、本当今日ねめちゃくちゃ面白かったんですよ、対局、ま、長かったね、長、いやもう全然長くてもいいと思います、はい、この内容は素晴らしいと思います、はい、また次回も、はい、はい、ちょっと辛いメンツですけど頑張って、楽しそう、いや今日も楽しかったんで、楽しいですよね、はい、こんなメンツで打てたら、はいはい、我々負けたけどね、もうね、いやまあでもほんまにね、はい、じゃあまあ次また頑張ってください、おめでとうございます、おめでとうございます、告知いいですか。はい、大丈夫ですか。はい、以上で配信終了なんですが、告知、最初告知お願いします。はい、はい、3月3日2日3日3日3月3日人狼配信やります。イエーイ、出まーす、出ません、出ません、関西での初人狼配信なんで、みんな温かい目ですっごいいっぱいコメントしてください。初心者ですからね、練習もやるし、ね、はい、そう、あの初心者の集まりですんで、辛いコメントはちょっとあのご遠慮ください。そうそう、ね、もうすごい甘口でね、そう、見守ってください、大甘口でお願いしたいですよね、はい、あとね、準決勝は、そうそう、あの日程ちょっと今から調整して決まり次第告知します。はい、告知していいですか、何ですか、いいんじゃないですか、何かありますか。僕 3月2日あの東京の恋バロ77のゲストなんで、あ、16日でお願いします。何でも大丈夫です、告知、はい、6日フェアリーゲストなんでお願いします。フェアリーも行きましょう、フェアリーも行きましょう。全然こっち関西なのに関西行きます。さあ、先生が来てくれはるそうで、僕6日フェアリー行けるんですよね、多分。なんと、待ってます、僕は負けたら、いや、買ってそれは買ってください、それは買ってください、はい、大丈夫ですか。はい、じゃあ本日の配信は、麻雀卓の製造販売メーカー株式会社鳳凰のショールームより、全国の雀荘をサクッと検索、雀荘検索サイト雀作が運営する雀作 TV がお送りいたしました。では皆さん、長らくのご視聴ありがとうございました。さよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。